去年創建950年を迎えた白鷺一丁目にある鷺宮八幡神社。例大祭では毎回昔ながらの屋台が境内に立ち並び、多くの人たちでにぎわいを見せます。また神楽殿で行われる奉納宴芸も恒例の催しです。22日土曜日には地域の子どもたちがバトントワリングや空手の演舞、キッズダンスなどを披露しました。一方、鷺宮三丁目町会や白鷺町会など6つの氏子町会ではそれぞれの町内をめぐるおみこしの渡御が行われました。子どもみこしの前にはもっと小さな子どもたちが引っ張る出汁が先導します。わっしゃい、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 わっしゃい。肩が痛いんじゃなくて、なんて言うんだろう、夏なのになぜか長袖っぽい、暑いし重い。鳥塚製商店街で行われたのは若宮神話会のみこしの渡御です。若宮神話会では今年を影祭りとして大人みこしを出しませんでした。その分、子どもみこしが元気いっぱいに町内を練り歩きました。そしてこちらは昨日行われた鷺宮三丁目と白鷺の大人みこしです。鷺宮三丁目では子どもがみこしの上に乗って音頭を取る姿も。夕方から降り出した雨に負けず、勇ましい掛け声を出して夜遅くまでみこしを担いでいました。